続きまして株式会社 ACC 様よろしくお願いいたします。はい、多機能気象観測システムウェザーバケットのご紹介ということで、株式会社 ACC の森脇と申します。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、ウェザーバケットのコンセプトなんですけども、ウェザーバケットはアメダスのような機能を持った気象観測装置を、農業現場でも使えるものにしようというコンセプトで誕生しました。そのため、徹底した使いやすさと高精度を両立させた安価でコンパクトな一体型を目指しました。これは農業者の方が自ら設置から運用まで行えるようにという考え方からで、徹底的に小型化と使いやすさにこだわった装置にしています。設置スペースは三脚を広げた1メートル四方程度というコンパクトさになっています。で、続きましてウェザーバケットの概要です。ここにありますようにアメダス相当のセンサーが計測できます。気温、相対湿度、日射量、降水量、風速、風向、気圧、地中もしくは水中の温度の測定が可能です。で、ソーラーパネル搭載で、電源が不要です。特定省電力無線によるデータ収集を行います。10分間隔の観測を行い、観測データは随時転送することも、ロガーとして蓄積することも可能です。ロガーとした場合には3ヶ月分のデータを蓄積することができます。で、気温は、ファンによる強制通風で、環境誤差を低減という形なんですけども、これはどういうことかと言いますと、気温を正確に測定するというのはなかなか難しいことで、気温は大気の温度を測りたいんですけども、日中は、センサーをつけただけでは太陽光のエネルギーの影響を受けて、気温が高めに計測されますし、逆に夜間はですね、空に向けて放射という現象も起きますので、気温が低めに計測されてしまいます。で、この影響を抑え込むためにはですね、風速2メートルから3メートルの風をセンサーに当ててあげて、正確な温度を測るということが必要のため、強制通風ということが必要になります。当然アメダスもですね、強制通風で正確な温度を測るという形を構成していまして、この装置も温度に関しては強制通風により正確な温度を測るようにしています。そしてですね、補助にケーブル配線を行うことではですね、設置場所が限定されたり、農業機械等によるケーブルの配線の断線とかですね、そういうトラブルを防ぐためにも、ソーラー発電と無線を使うことによってですね、完全ワイヤレスということを実現しています。で、続きましてウェザーバケットの外観です。で、まずですね、超音波センサーと書いているところに、超音波センサーがあってですね、こちらで、風向風速を計測しています。で、あと日射計と書いている角の上部のところに日射センサーがついてまして、日射量をこれで計測しています。で、内部にですね、点灯マスというマスが入ってまして、ここで、0.2 ミリの単位で、雨量を観測することができる仕組みになっています。で、あと夜間やですね、天候の悪い時に一応日射ソーラーパネルで発電をするんですけども、その発電ができない時のために、後ろの方に電池ボックスと書いているところに、バッテリーを積んで、その天候の悪い時もしくは夜間の、電源をここから賄っております。で、続きまして、ウェザーバケットの構成になります。ウェザーバケットはその本体を補助の方に置いてですね、見通し1キロ以内にパソコンを置いてデータを収集します。無線は特定省電力無線という規格の無線を使っておりますので、免許が不要で通信量ゼロという形でデータを転送することができます。で、データはですね、CSV という形式でファイルに保存されますので、この保存されたデータをパソコンで見ることができますし、あと遠隔のサーバーの方にですね、インターネットを通じて FTP でデータを転送するというそういう使い方もできます。で、次にですね、そのバケットメイトというその標準テンプでついてくるアプリケーションがあるんですけども、そのアプリケーション画面を、表示しています。で、気象データはですね、グラフもしくは表の形で表示することができるようになっています。で、またですね、温度とか特定の気象地においてはですね、24時間先予測という形で、この表でいくと左側なんですけども、24時間先予測もしくは12ヶ月先予測ということで、
気象データを、まあ、予測して表示するという、まあ、参考データとして見せることも、機能として持っています。でこれらのデータを使うことによってですね、営農に、有効に活用していただけるようになっております。で次にですね、ウェザーバケットの活用事例ということで、まず北海道の、深川市で水田管理システムという形で、実証された、例を示します。でウェザーバケットと水系を設置してですね、水田の状況のモニタリングを行って、データを管理サーバーを送り、ウェブで情報発信を行うという、事例がございます。でそれをお写ししたのが次の画面です。でこちらが水田のモニタリングシステムの、概要で、気象データはですね、農業団体様のサーバーに送られて、ウェブに配信する形で、水稲生産者の方たちが、その気象データはなりを、参考に見て営農に育てるという、そういうシステムになっています。で次の活用事例なんですけども、こちらの方はですね、日本電機様の方で、活用された事例で、自社のプロジェクトに、活用されているという事例です。で国連の連携事業にも認定されている、NC の田んぼシステム、田んぼプロジェクトというのがございまして、これはですね、耕作放棄地用の田んぼをですね、再生するプロジェクトになってまして、稲の生育や生物の活動を、気象データの蓄積分析を通して、生物の多様性の保全に取り組むという、そういうプロジェクトで、社員とその家族の皆さんが、取り組まれている事例に、活用しています。最後にですね、ランニングコストがかからない、ウェザーバケットの特徴である、ランニングコストがかからないという路線を使ってですね、水田、もしくは用水路の水温測定、また水温変動に影響を与える日射量の測定など、精密農業を行う上で必要な基礎データの収集に、ウェザーバケットを活用していただければと思います。それからの発表は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。